皆さん、こんにちは。ラウスの宿から根室へ向かっています。ラウスから根室までは、根室海峡を左手に、約 138km の道のりです。ということで、本日の動画は、知床根室を巡る、根室観光とご当地グルメ、返してほしい、北方領土の巻。今、走行しているのは、別海町お台島あたりです。別海町の有名観光地は野付半島のトドワラです。トドワラとは海水に浸食されたトドマツの立ち枯れたもので、その風景は幻想的でもあり、大自然の厳しさを感じさせます。トドワラまではネイチャーセンターから木道で行くことができます。詳細は概要欄にリンクを貼っておきますね。道の駅お台島が見えてきました。一休みしましょう。道の駅お台島は冬から春にかけて多くの白鳥が飛来し、条件が合えば四角い太陽が見られるスポットです。それにしても小さな道の駅ですね。こちらの道の駅にはレストランや売店の他に別海北方展望塔があり、北方領土資料が展示、展望室からは国後島や野付半島を一望できます。別海町は酪農も盛んなので、ソフトクリームも美味しいですよ。お天気に恵まれれば眺望も素晴らしいと思います。入り口にはスロープもありますね。道の駅は全てがバリアフリーだと思ったら大間違い。トイレ以外は段差ありというところもあるんです。2階へ上がってみましょう。2階まではエレベーターで上がれますが、3階の展望室には階段でしか行けないようです。この別海北方展望塔は北方領土返還要求運動の正しい理解と国民世論の高揚のために建設したものなのだそうです。船が見えますね。ウタゼ船でしょうか。この地域は北海シマエビが全国的に有名で、ウタゼ船による白い帆で推進力を受けて進む伝統的な漁法、北海シマエビ漁はお台島を野付湾の風物詩で北海道遺産にも選ばれています。それにしても天候が悪くて美しい風景をお届けできずに、とっても残念です。1階のレストラン四角い太陽は千葉産の食材を中心としたメニューとなっており、過去にご当地バーガーナンバーワンに輝いたこともある別海ジャンボホタテバーガーなどが人気です。大ぶりのホタテの貝柱がパリッとした春巻きにくるまれていて、とっても美味しいんですよ。売店は乳製品が中心ですが、気になっていた島エビ醤油を購入しました。それでは先を急ぎましょう。根室市を走行しています。市街地はまだもう少し先で、まず道の駅に向かいます。根室市はオホーツク海と太平洋に面し、豊かな漁場に恵まれた日本本土最東端の町です。花咲ガニや水揚げ日本一を誇るサンマなど根室の海産物は全国的にも有名です。また自然も豊かで、1年を通じて多くの野鳥を観察できます。では市街地に入る前に根室の道の駅に立ち寄りましょう。道路に鹿注意の文字が書かれています。この国道44号線は鹿衝突事故率ナンバーワンの道路なんです。北海道では野生の鹿が突然飛び出してきて道路を横断することも珍しくありません。まともに衝突すれば廃車レベルの大事故になることもあるので、くれぐれも安全運転を心がけてくださいね。雨はなかなか止みませんが、
道の駅に到着です。こちらの道の駅は根室半島の付け根に位置し、市街地からは17キロ離れています。施設内は広々としていて、全面ガラス張り、根室十景の風蓮湖と春国鯛を眺望できます。レストランバードパルでは、素晴らしい風景を眺めながら地元の食材を使った料理を楽しむことができますよ。お土産も種類豊富です。こちらは根室の地酒、北の勝コーナー、地場産品のコーナー、珍味乾物ですね。根室といえばやっぱりサンマかな。花咲ガニラーメン、こちらのラーメンは購入したので実食レポです。まず麺の上に火薬を入れてお湯を注ぎます。蓋をしてスープを乗せて温め4分待ちます。はい、出来上がり。麺は細麺で、スープはあっさり塩味です。カニのほぐし身が入っています。食欲がない時でも食べられる優しいお味ですよ。量は少なめなので、大食いの方には足りないかも。え、私？もちろん。です。ごちそうさまでした。こんなお土産買いました。実食レポでした。こちらは缶詰やお菓子コーナーですね。あ、根室メーカーオランダせんべいですよ。オランダせんべいは素朴な味のおやつで、見た目はベルギーワッフルみたい。せんべいといっても柔らかくて弾力があり、ほのかに甘いんですよ。中にアイスクリームを挟んで食べても美味しいんです。機会があったらぜひ食べてみてね。とても居心地の良い道の駅でした。お天気が悪くて残念ですが、風蓮湖は大白鳥が羽を休めに来たり、タンチョウズルが子育てをしたり、オオワシやオジロワシが大空を舞う景勝地です。条件が整えば大自然を間近に感じることができますよ。私もいつの日かリベンジできるといいな。では根室市街地へ向かいます。お楽しみのランチタイムですよ。根室のソウルフードをいただきます。創業50年を超えたお店、食事と喫茶ニューモンブランです。残念ながら入り口は段差が2段あるので、車椅子では厳しいですね。お店の裏に駐車場あります。では店内へ。店内は純喫茶のような昭和レトロな雰囲気です。こちらのお店は根室市民のソウルフード、エスカロップ発祥の店、モンブランから独立開業されたお店なのだそうです。メニュー表です。洋食メニューが並んでますね。ランチの金額を見てびっくり。強気な価格設定ですね。きっとこだわりのお店に違いありません。ミックスコーヒーってなんだろう。ブレンドのことかな。やっぱりエスカロップ、エスカを頼まなくっちゃね。ユウさんはオリエンタルライスを注文。ビドックライスも気になるな。これがエスカロップです。お料理もですが、このピカピカの銀のお皿が気になっちゃいますよね。そしてこっちがオリエンタルライス。では、食べながら料理の説明をしますね。エスカロップは、タケノコ入りのバターライスに、薄めのポークカツが乗っていて、その上にデミグラスソースがかかっています。バターライスは薄味で、デミグラスソースもさっぱりしていて、食べやすかったです。ちなみにエスカロップの語源はフランス語の骨なし薄切り肉や、これに衣をつけて炒め焼いた料理、エスカロープから来ているようです。
オリエンタルライスはドライカレーの上に牛のハラミが乗っていて、デミグラスソースがかかっています。これからの旅の中でもその土地ならではのご当地グルメを紹介していきますね。ごちそうさまでした。美味しかったです。では、日本最東端の岬に向かいましょう。根室市中心部から納沙布岬までは23キロ、車で約28分の距離です。根室駅からバスも出ていますが、約52分かかるようです。途中、根室十景の一つ、北方原生花園が左手にありますが、この濃霧では何も見えませんね。こんなお天気なのに、わざわざ岬まで行くのには目的があるんです。納沙布岬に到着です。予想通り何も見えませんね。納沙布岬は北海道で一番早い日の出スポットとして有名です。毎年元旦には初日の出を見ようと、全国各地からたくさんの観光客が訪れるんですよ。今日は鈍色の海が広がっていますが、夏にはラッコ、冬は流氷、春から初冬にかけてはネズミイルカやミンククジラなども観察できるんです。今日はウミネコだけですけど、納沙布岬は北方領土の歯舞群島が間近に望め、一番近くの貝殻島まではわずか 3.7km です。戦前、北方四島には約1万7000人の日本人が住んでいましたが、その全員が強制的に日本本土に戻されたのです。希望の道です。この道は全国各地から寄せられた石を敷き詰めて作られ、石の一つ一つに北方領土返還の祈りが込められています。こちらの巨大なモニュメントは北方領土返還を記念するために建てられたシンボル像、島の架け橋です。択捉島、色丹島、歯舞群島、国後島の4島をアーチで結びつけたデザインになっています。灯火台には祈りの火が灯されています。領土返還が実現するまで燃やし続けようと1981年に点火されました。いつの日か祈りが通じて役目を終える日が来ることを願っています。目的達成のために根室市北方領土資料館に立ち寄ります。日本本土最東端到達証明書、これをいただきに来たんです。昨年稚内の宗谷岬で証明書をいただき、これで2カ所目となります。最南端と最西端は九州なので、いつ達成できるかわかりませんが、いつの日かコンプリートしたいです。納沙布岬の後は、市街地へ戻り、こんぴら神社へお参りします。こんぴら神社については、別動画で公開中なので、ぜひそちらをご覧ください。概要欄にリンクも貼っていますよ。神社の次は寺院です。根室市の清流寺は日本最東端の桜の名所で、日本縦断桜の旅のゴール地点なんです。清流寺に主に咲く桜は根室市の標本木である千島桜です。この千島桜は明治時代に檀家の人が国後島から持ち帰り、戦後に移植されたものだそうです。残念ながら、境内の桜の見頃は過ぎています。今年の道内の桜は例年より早く開花したので、見頃に合わせて旅の予定を立てたものの、計画通りに行かないものですね。
こちらの桜はまだ綺麗に咲いていますよ。千島桜の特徴は低木で幹が立ち上がらず、根元から分かれて横や斜め上に伸びるんです。ここにある千島桜の樹齢は130年以上と推定され、樹高が3メートルに達する木もあるそうです。弘法大師、空海像と桜です。根室十景の景勝地をもう一つ紹介します。根室の花咲岬に点在する国の天然記念物にも指定されている車石です。車石を見るためには花咲岬の駐車場から遊歩道を歩いていきます。周囲は太平洋に面していて風が強く、波も荒々しい感じです。正面に見える花咲灯台は明治23年に初点灯し、日本の灯台50選にも選定されています。遊歩道は次第に下り坂となっていて、途中からは階段なので車椅子ユーザーは車椅子の見学はできません。野鳥観察車があります。車石はどこにあるのでしょう。ここから階段を降りていくようですね。ほんと波が激しいな。行き止まりです。戻りましょう。ここからさらに下るみたいです。この辺りの岩の形状は特殊ですね。奇岩だらけです。この辺りの岩は柱状節理という独特な景観を見せる岩壁とのことです。この角張った岩たちは地中のマグマが冷えて固まった素粒玄武岩なのだそうです。振り返ってみると世界的にも珍しい巨大ホイールストーンの車石がありました。実は撮影中は気がつかなかったんです。熱いドロドロの溶岩が急激に冷やされ、内部に海水が侵入し急冷され、このような車石を作り出したのだそうです。遥か彼方およそ6000万年前の白亜紀の話です。地球の神秘を感じますね。さて本日の動画はこれでおしまいです。本日宿泊する宿に向かいましょう。最後に一つバリアフリー情報の追加です。花咲岬駐車場のトイレの中に多目的トイレはあるのですが、入り口になぜか段差があります。地方のトイレにはこういうことが珍しくありません。利用者は少ないとは思いますが、設置されるのであればもう少し整備してほしいです。1、車椅子ユーザーのつぶやきでした。ご視聴ありがとうございました。旅する車椅子を応援してもいいかなと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。